皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学、1日5問問題練習の10日目です。この動画は毎日5問ずつ問題を解いて数学の力をつけていきましょうという動画です。では問題を見ていきます。四角1、次の計算をしましょう。括弧1、括弧90-50、括弧÷4+6と、括弧のある計算、割り算、足し算が混じっていますね。この場合、括弧の中の計算を先にするというルールでした。ですから、まず90-50を計算して40ですね。40÷4+6、こうなります。割り算と足し算では割り算を先にしました。ですから40÷4が先に計算するということです。と10になりますね。10+6。ですから答えは16。このようになります。括弧2番。1-2÷3ですね。引き算と割り算です。割り算が先でしたね。ですから1引く。ここの部分。掛け算に直します。2/1×3 の逆数の3/3になりましたね。で、掛け算が先なので、1-6/1、こうなります。1は、これ6/6でしたよね。ですから、6/6×6/1となって、6/5。これが答えです。括弧3です。927×9-927×8。計算のルールだと、掛け算と引き算と掛け算があるので、掛け算を先に計算するということになるんですけれど、ここはちょっと考え方を変えて工夫をしてみましょう。この式、927の部分が共通していますよね。で、927×9 というのは、927が9個あるところから 927×8、 927を8個分引くと考えればどうでしょう、ね、そうすると927×9個分から8個分を引くと、こんなふうに考えられますよね。つまり答えは927が1個分残るので、答え927、こうなりますね。もちろんこんな部分はね、省略しても構いませんよ。では四角の2番です。これが括弧4番になります。次の事柄を負の数を用いないで表しましょう、ね、負の数、つまりマイナスのついている数を使わないで表しましょうということです。1、-7年後と、この場合は、このマイナス7年をプラス7年に変えましたね。そして、この5というのを反対の言葉にしました。後の反対は前なので、プラス7年前というのが答えになりますね。2、-10人多い。これをプラスに変えるとプラス10人、多いの反対は少ないですね。ですからプラス10人少ないと、こうなります。3番、-5センチ低いと、このマイナスをプラスに変えてプラス5センチメートル、低いの反対は高いですからプラス5センチメートル、高いと、これが答えになります。四角3番、これが5番目の問題です。数直線を使って2つの数の大きさを比べましょう。ここに数直線があります。真ん中に0がありますね。数直線でこの0の点を原点、ね、こんなふうに言いましたね。原点、そして0から右側に正の数がプラス1プラス2プラス3プラス4プラス5、こう並んでいます。逆に左側にはマイナス1マイナス2マイナス3マイナス4
マイナス5、こう並んでいますね。数は右に行けば行くほど大きい数になって、左に行けば行くほど小さい数になります。2つの数を比べる場合、右側にある数の方が大きいと考えていいわけですね。ですからそれを使って、これから2つの数を比べていきます。答えは不等号を使って表します。丸1番です。マイナス2とプラス1。マイナス2というのは0からマイナス1、マイナス2。ここですね。マイナス2。プラス1は0から1つこっちへ行きますから、プラス1、こうなりますね。そうすると、マイナス2とプラス1だと、プラス1の方が右側にありますから、大きい数だということで、不等号はプラス1の方に開いた、こんな形になります。では次です。丸2に行きます。今度は0、ここにありますのとマイナス1です。マイナス1はここですね。0とマイナス1を比べると、0の方が右の方にありますよね。ですから、マイナス1より0の方が大きいということなので、0の方に開いた不等号は、こんな形のものがつきます。次に行きます。丸3ではマイナス5とマイナス2ですね。マイナス5はここにあります。マイナス2は0からマイナス1、マイナス2とここにあるわけですね。比べるとマイナス5の方が左側、マイナス2が右側にあるので、マイナス2の方が大きい数。ね。こうなります。ですから不等号はマイナス2に開いた。こういう形になります。ね、よろしいでしょうか。今回も小学校の計算の復習と中学校の正負の数の勉強、これをやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。